ルビコン作戦は失敗した。サイクロプス隊で生き残ったのは僕だけだった。クリスマスまでにガンダムを破壊しなければリボーコロニーが核攻撃を受けてしまう。僕はかつてこのリボーコロニーで放棄したザクを修理しガンダムに仕掛けることにした。コロニーへの核攻撃を回避するために。ザク接近中。あと3分で当基地に接触します。イヤ軍より連絡、支援行動を断るとのことです。はあ、マッケンジー注意、出撃だ。了解。いい子だ、ついてこいよ。倒したぞ。これでこのコロニーは救われる。サイクロプス隊最後の一人であったバーナード・ワイズマン伍長は果敢にもザク一機でガンダムに戦いを挑み破壊することに成功した。リボーコロニーの核攻撃は中止となり、アルたちリボーコロニーの住人を救うことができた。この戦いの後、彼はリボーコロニーを脱出し帰還、モビルスーツパイロットとして終戦まで戦い抜いたという。